魚部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では195番目に置かれる。魚字は水生動物の一種である魚類の総称として用いられる。ま、た動詞として魚を捕まえることを意味したが、この時期には後に領字が作られた。その字型は魚を側面から見た形にかたどっており、上が頭で、下が尾である。 変貌のイフとしては、魚類や水生動物に関することを示す。その大部分は名詞であり、魚や水生動物の種類や、その加工食品などの名称が大半を占める。魚部は、このようなイフを構成要素に持つ漢字を収録する。なお、大陸の中国と異なり、日本は海洋国であるため、魚部の漢字には、日本独自の国字や国訓が数多く存在する。 中国艦隊寺では、の形を用いる。魚鯉、鯛、サメ、コチ、クジラ、寿司、寿司、アン、コウ、マグロ、サケ、イナ、ブリ、アジ、カレー、サバ、ハエ、サワラ、アユ、タラ、イワシ、ニシン、シャチ、シュ、ナマズ、イワシ、カジカ、ヒレ、ボラ、ウナギ、カツオ、マス、ウロコ、ハモ、フカ、スズキ、ワニ、ナマス。 ありがとうございます。